とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も2つ出るまでやめられません。やっていきましょう。タワーシーズン6ももう終わりですね。最後の方、頑張っていきましょう。で、コメントももらいました。ありがとうございます。タワー8階の報酬で、これ、豪華な鎧をもらうと、あ、違うな、エメラルドの鎧か。エメラルドをもらうと、すごくいいですよっていう風にもらいました。本当にいいですね。近接攻撃の速度が 25% 上がるので、すごく倒しやすい。特に9回敵多いよね。あそこを簡単にクリアすることができるようになりました。うん。まあ、最後の最後なんだけども、これ、やった方がいいです。で、エンチャントはクールダウン、ビーストバーストですね。間違いないです。で、ビーストバーストがあるんで、このボスも楽勝に倒すことができます。うん、おそらくあの、9階が結構ね、つまずくっていう人が多いと思うので、まあ、そこを簡単にクリアできるこの防具、かなり優秀ですね。はい。まあ、とりあえず、今日もやっていきまーす。どうだ?パッと終わってほしい。パッと。バーストゲイルか。まあまあ、もともとロールチャージついてるからね。当たりは出やすい。あ、外れ。うん、ロールチャージはもともとついてるから、クールダウンショットがつけばいいんだよね。で、しかも、貫通とかつけば、あれだよね。怒りとベストマッチになるので、なかなか注目の弓ではあるんですけども、はい、ダメです。ということで、今日もやっていきましょう。2つ出るまでやめられません。これはどうなんだろうね。魂のフィストの流れ込む魂付き。これはどうなんだろうね。魂のフィストの流れ込む魂付き。カバンと一緒に使っていけるのか。いや、やっぱり、フロストサイスとか不滅の方が強いかな。いや、どうだろうね。使ったことが実際ないから、わかんないね。武器自体は、魂のフィスト弱いのよ。弱い。でもそこに、流れ込む魂。いやー、やっぱ弱いでしょ。やめとこう。なんか、想像できる。やめときます。マウラーズのダイナモか。やっぱりダイナモが、永久に切れないっていうやつは、ソーブレードだけだよね。マウラーズ無理だよな。いや、確か無理だったと思うね。じゃあダメ。で、これいいと思うんだ。輝くローブ。クールダウンが、1個エンチャントのとこについてます。なので、クールダウン2にすることもできるし、まあ、雷フォーカスつけることもできる。で、防護もついてるので、防御面もなかなかいいね。で、一番右がね、ライフブーストぐらいかな。ソウルフォーカスのね、使い道が今ないっていうのがちょっと残念なところです。まあ、後々多分使えるようになるとは思うけどね。今がもう不遇すぎて。で、横の、締め具。これはダメだね。いいエンチャントがついてないので、これは使えないですね。輝くローブこれ良くない?結構いいと思うので、これ一つ目カウントしてください。良かったこれ。5回目で、出ちゃいましたね。もう今日は終わりかな?これ、輝くローブ、黄金スキルで雷フォーカス。で、エンチャントで、炎のフォーカスと、まあ、防護霊気選べるよね。で、一番右が、ポーションバリアと毒フォーカス。これも選べるよね。ポーションバリアをつけて、カバンビルドしてもいいし、毒フォーカスと防護つけて、怒り使っていってもいい。これなかなか使いやすいやつだと思うけどね。いい感じ。で、横のね、ウィザーも、なかなか良かったんだよね。まあ、これ黄金じゃないんだけどね。まあ、防護と、クールダウン。で、毒フォーカス。かな。
でもこれはなんかそれっぽいの俺もう持ってるから必要はないかな。だからこっちだもんな。輝くローブかな。まあどっちとも全然使っていける。うん。結構いいやつだと思います。まあ両方とも選べるっていうことで輝くローブにしとこうか。うん。なんか早く終わっちゃったな。うん。ちょっと時間もだいぶ余っちゃったので、残り3回行こうか。うん。残り3回やります。ラスト3回行きましょう。今回はどうでしょうか。3回。その3回でなんかいいのが出る気がする。あ、出なかった。今回出ない。ダメだった。じゃあ残り2回。ラスト2回。さあ次は何か出てきてくれるでしょうか。お願いします。まあこの3回やってもまあ1時間40分ぐらいか。まあ結構おいひどいな、ひどいな。あー、出た。まあまあ、クールダウンショットロールチャージでしょ。で、貫通もついてるなら、もう黄金でダイナモつけてよ。もう、そこまで来たらつけてくださいよ。はい。虚無の呼び声の、ロールチャージ、クールダウンショット、出ました。まあ、確か1個これ持ってたんだけどね。うん。まあまあ、当たりではありますね。では、ラスト行きましょう。では、ラストですね。よし、今日もいい感じで終わりました。一回ね、いつだったかな ?7 時間かかった時があったんだけども。うん、ここ2日ぐらいは、いい調子で出てきてくれました。ありがとう。まあ、タワーも、そろそろシーズン7ですね。どうでしょう?ひどい。最後ひどい。全部ダメじゃん。もちろんダメだよ。マウラーズ、旋風、まあ、使えなくはないのか。旋風、輝き、クリティカル、衝撃波。まあ、ありっちゃありのやつだね。はい、これにしときます。はい、それでは戻ってきました。今日もなかなか早く終わることができました。で、タワーが、残り、あと何日だったっけ?確か、残り、いっぱいか。2日ぐらいだよね。うん。今日が月曜なので、水曜日に、更新だと思います。はい。更新の日の夜の7時から、生放送で、攻略していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。